まずはおめでとうって言ってなかったので、はい、トップ紹介おめでとう。ありがとうございます。あのちっちゃい時から、はい、ね、知ってるので、はい、小学校の時から知ってるので、はい、まあ、その保護者代わりとしてもちょっとそういう目線でも見てたので、はい、本当にトップに上がれて嬉しく思ってます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。話聞いた時はどう思いました？まあ、まず素直に嬉しいっていう気持ちと、まあ、今までお世話になった方に、まあ、感謝して、まあ、来期からこのサンフレッチェ広島で、まあ、活躍していきたいなっていう気持ちがありました。あのちっちゃい時、はい、うちの子供と同級生っていうこともあって、はい、近所でよくサッカーもしたりしてて、ね、はい、一緒にサッカーしてたの覚えてる？1回か2回ぐらい一緒に。いやでも家遊びに行ったりして、はい、そのサッカーやったりしたのは覚えてます。はい、もうその時からもうすごい上手くて、まあ、こっちもあのシーガル FC ですごい上手い子がいるって聞いてて、はい、で近所の子だっていうので一緒にやって、はい、やっぱりすごいなっていうのを、身近にやっぱこういうのがいるんだなっていうのを感じて、あのうちの子とライバルチームでシーガルとジュニアで、そうですね、いつも最後は決勝で寮に、そう、手入れられて負けてるなっていうイメージだったんだけど、毎回決めました。そこからあのサンフレッチェジュニアユースに上がるわけだけれども、はい、まあ、その時はやっぱり憧れの、子供の時ってやっぱりサンフレッチェファンだった。はい、あ、そうですね、小学校の時からサンフレの結果とか見てたし、あのエリオンスタジアム行って、あのチャンピオンシップとかもあのテレビで見てましたし、ずっとファンでした。じゃあもうそこのユニフォーム着れるっていうのは憧れで夢だった。そうですね、もう夢だったんで嬉しいです。あの最初パン選手の見た時の印象ってどうでした？ああ、すかしてんなって思いました。、はい、プレーの方ではそうですね、やっぱり瞬間的にやっぱり速さとうまさがあるんで、まあ、僕がちょうど来た時、まあ、ジュニアスの監督で見た時に、あ、こいつはちょっと違うなっていう印象はありました。プロになれた一番の要因ってどこだと感じられてますか？そう、中学生の時は意外と勝負弱かったんですけど、まあ、高校生になって大事なゲームでやっぱりこう活躍というか仕事ができるようになってきたっていうのと、トップの練習に行かせてもらうようになって、やっぱりトップの選手からの要求、まあ、守備もそうだし、あのそういう高い意識を感じたことで、そこから変わりましたね。まあ、やっぱりああいう大舞台になるとちょっと燃えるものとか、いつもよりスイッチ入ったりする部分もあったりする。そうですね、まあ、やっぱ決勝とか、あの全国大会とかは自分が決めてチームを勝たせたいっていう気持ちが誰よりも強いんで、勝負強さは自分の特徴かなと思います。今回もプレミアリーグ優勝ベストを決める時もゴール決めたし、あとそれで言ったらあのルヴァンカップ出る時もまだトップ昇格って決まってなかったと思うんだけど、はい、まあ、そこで結果が出せばっていうのは、はい、やっぱりそういう思いがあってプレーはしてたから。そうですね、やっぱあのプロの舞台で、まあ、あの舞台でアピールしたら、あのトップのスタッフの方に評価してもらえるかなっていう気持ちはあったんで、まあ、そこで絶対自分のプレーを出してやろうっていう気持ちはありました。あのユースに上がるって決まって、はい、こっちに練習参加した時に、はい、もう子供づてに、はい、寮が大怪我したって聞いて、1年ぐらいできんかもしれんって聞いたとき、はい、すっごいショックだったんだけど、まあ、本人もすごいショックだったと思うんだけど、はいはい、まあ、9ヶ月それでサッカーできなかったんですけど、その長いリハビリ期間の中で、まあ、誰よりも悔しい思いはしてて、だからこそあの復帰したときにこう誰、まあ、あの絶対活躍してやるっていう気持ちはすごい強くて、そこがあったからこうやってトップ昇格をつかめたかなと思ってます。やはりちょっと大怪我をした中で、ちょうど僕は彼が高2の時にユースの監督になって、怪我をしたことによって精神的にもかなり成長したかな。プレーのところはやっぱり体幹とか、やっぱり体を大切にするっていうことを学んで、体のキレがだいぶ出てくるようになったので、まあ、それが、まあ、怪我の功名じゃないですけど、うん、彼の意識を変えたんじゃないかなとは思います。まあ、まずはやっぱり地元の選手なんで、サポーターの方に愛される選手になってほしいっていうのと、新しいドイツの監督さん来られるんで、きっと若い選手にもチャンスあると思うんで、
まあ、そこのチャンスを逃さないようにしてもらって、1年目から活躍はしてほしい。まあ、ちっちゃい頃からこのサンフレッチェ広島でプレーするっていうのは、まあ、一つの夢だったし、まあ、その夢がこうやって叶うことができたのは、まあ、すごい嬉しいことなんで、まあ、自分のプレーをどんどん出して1年目から活躍できるように頑張りたいなと思います。将来プロとしてどんなプレーヤーになっていきたいですか？まあ、フォワードなんでやっぱ点取るっていうことを目標に頑張っていきたいっていうのと、まあ、あとは世界でやっぱ活躍したいっていう気持ちがあるんで、まあ、世界でも活躍できるような選手にこれから成長していきたいなと思います。ということはもちろん日本代表も、まあ、日本代表のエースになるぐらいの気持ちでやりたいと思います。じゃあこれから新スタジアムもできることですし、はい、そこのファーストゴールを決めれるように、はい、頑張ります。頑張ってください、はい、ありがとうございます。よし、多彩な出演陣が毎日日替わりで11時から生放送。カープやサンフレッチェをはじめ、さまざまなスポーツと地域のトピックスや生活情報をお届けします。ゴッホさんならではのマニアックな話もたっぷり。私はスポーツを応援するために生まれてきました。なんか怖くない？掛本、サッカーは好きか？はい、大好きです。ついでに俺の人生も応援、ちょっと早い応援してもらえるかな。カープのことならお任せください。チュビコムスポーツ&ライフはご覧の時間で放送します。広島スポーツを応援します。